テルグラムへようこそ今回はですね、神戸の六甲アイランドにあります、神戸ベイシェラトンホテルタワーズに宿泊しております。このホテルはですね、マリオット・ボンボイのケールズの、ね、シェラトンブランドのホテルでして、神戸六甲温泉の、ね、浜泉っていう温泉施設を えー、宿泊者の方は利用できるということがまあ一番の大きな特徴かなと思いますえしかもねこのホテル日本のねマリオットホテル全体としてもまあこれだけのね施設がありながら結構お安く泊まれるホテルですのでコスパいいホテルなんじゃないかなと思います今回なんですけど中層階のねスタンダードなお部屋ではあるんですけど比較的高層のね16階のお部屋にしていただくことができました 温浴施設のね、浜泉に向かうのにも、直通のね、エレベーターがあるので、とても便利です。 まずはですね、この神戸ベイシェラトンホテルタワーズのお部屋の中を紹介していきたいと思いますので、早速ルームツアーどうぞ。はい、それではルームツアー始めてみたいと思います。右手にこうね、クローゼットがね、こういうオープンな形でありまして、左手にバスルームのドアがあって、奥に姿見という形ですね。で、このクローゼットから見ていきましょう。下にですね、このようにカゴがありまして、中にはランドリーバッグとね、その、 用紙で,す、ね、で左手にシェラトンの、ね、ロゴが入ったスリッパがですね使い捨てのスリッパーが2足置かれておりますはいそして、えー、このようにですね、えー、ハンガーかけるエリアが2本ねあって、えー、ハンガーにもねシェラトンのロゴがね入ってるんですよねで、えー、本数としてはね5本4本とあって、えー、クリップ付きのものもね、えー、合計4本かな用意がありますで後ろにですね、はい、消臭スプレーも用意があります でバスローブが、ね、2着このように、ね、かかっております、えー、奥にですね、えー、ブラシと靴べらで下にシューポリッシャーとそれから常備灯ですね置かれておりますでこちらがですね、えー、姿見ですね入ってね、えー、すぐに見えるのは右手にこちらのキャビネットですねテ、えー、レビが置かれておりますこちらのラゲッジスペースなんですけどとてもね広さもあります はいそして、えー、下に引き出しがありまして開けますと、えー、部屋着ですね上下セパレート型の え、ちょっとね、質感もかなりいいんで、はい、このユールームウェアもありますって感じですね。で、下にですね、シェラトンのこちらロゴ入りのホテル製置きのスリッパがね、2足用意されております。このお部屋から温泉施設に行くためのスリッパとなります。そして、右手はですね、ゴミ箱がね、置かれております。この棚もね、一応なんかこういうラックみたいになってるんですけど、特に中にはね、何も入ってない感じです。で、こちらのキャビネットのね、メインのとこ見てい いきましょう上に乗ってるテレビですねまあまあ大きめのものがありましてパナソニック製ですねそしてこちらがね「いつもご利用ありがとうございます」と書かれているのがルームキーのケースですねでこちらルームキーなんですけど、まあ、ちょっとね薄いタイプのちょっと紙っぽいものになってますねそしてこちらがですね えー、浜泉てね、温浴施設の、えー、入場チケットとなっております。そして、えー、こちらテレビのリモコン。まあ、ちょっとしたケースですね。ティッシュのケースですね。で、こちらがね、えー、空気清浄機。少し小さめのものとなります。パナソニックのナノイ、e、ーですね。で、えー、キャビネットの中見ていきましょう。まず左手の扉開けますと、上から開けます。グラスですね。あと、こちらがミニバーのメニュー表ですかね。はい、そうですね。 で、ミニバーのポテチ。それからナッツですね。で、下に行きますと、お茶類ですね。まあ、お茶やコーヒー用のカップですとか、えー、まあ、ティーバッグ入れですね。それから、マドラーがね、たくさんありますね。はい、ティースプーンもあります。そして、えー、こちらにですね、シェラトンのロゴ入りですね。紙ナプキンと、えー、こちらコースターもシェラトンのね、ロゴが入ってます。 でお茶類なんですけど、紅茶系がね、何個か、それぞれ違う種類でありまして、それ以外にもね、抹茶入りの煎茶が2つね、置かれております。はい、あとはこの UCC のね、ドリップコーヒー2つと、あとはね、一応こういうタイプのね、カフェインレスのコーヒーの用意もあります。で、下の段行きますと、こちらはですね、アイスペールとケトルですね。はい、置かれております。 はい、で真ん中なんですけどこちらに冷蔵庫がありまして、えー、中身ねちゃんとミニバー入ってますねで右手なんですけど分けますと、はい、このようにルームサービスの案内そして2段目がこちらも、ね、一応ホテルの案内とか、まあ、レターセットとかが、ね、入ってるようなものですね。 はい。そして、えー、温泉のね、案内ですとか、マリオットボンボイのね、案内とかもありますね。で、一番下はセキュリティロッカーがね、収められてる感じです。ではですね、リビングエリア見ていきましょう。まあ、シンプルにですね、丸いテーブルと椅子がね、2脚置かれている配置となります。このようにグリーンのね、ちょっとクッションが敷かれた、まあ、割とね、椅子自体は綺麗ですね。そして、丸テーブルも、まあまあ大きさもありまして、 え、インターネットの案内と、ちょっとしたね、アンケートのね、案内もありますね。はい、ペンもシラトンのロゴ入りですね。ではですね、ベッド見ていきましょう。引きで見るとね、こんな感じで、ベッドボードがね、えー まあちょっと茶色い革製になってまして、ベッドのね、布団のカバーもね、紺色でかっこいいですよね。で、ベッドのまず上にあるのが、この浴衣なんですけど、こちらは足ビですかね。専用フロアに泊まってるお客さんに関しては、この浜泉へね、直通の専用エレベーターがね、あるということで、そちらから、この浴衣を着てね、行くことができるというわけですね。で、ベッドなんですけど、こんな感じです。 えーベッドの横を見ていきましょう。テーブルがありまして、こちらにいろいろ電話とかね、メインのスイッチがある感じですね。こちらがですね、コンセントと USB、そして読書灯のね、調光のスイッチがありますね。それから電話と、えー、メモ帳ですね。メモ帳もペンも白戸のロゴ入りとなっております。で、その下に行きますと、目覚ましですね。アラームがあって、えー、このスイッチはですね、 えー、後ろのねベッド後ろのライトのスイッチとなっておりますでベッドのね枕なんですけど、えー、大きめのね枕と小さめの枕それぞれね2つずつ用意がありますで後ろはこういうね革の素材になってましてまあクッション性もある感じですねでその後ろなんですけどちょっとこういうね 和の、ね、模様が入っててねとても綺麗な雰囲気になっておりますで反対側見てみましょう反対側はちょっとこういうね、えー、おしゃれなつまりテーブルが置かれてましてシンプルにねこちらはもう電源と読書等のねつまみがあるっていうだけですねすごいシンプルな作りになってます まあホテル自体建物はね結構古いんですけど中は結構綺麗にリノベーションされててこういう家具とかもね割とモダンな感じになってるんですよねキャビネットの猫この木とかもだいぶ新しくなっていてクローゼットの エリアななんかももとてて、ね、綺麗になっておりますでこちらの、ね、スイッチなんかもね、ちょっとモダンなスイッチになってますよね。で、入り口なんですけど、こんな感じになってまして、まあ、ドア自体はね、ちょっと古いタイプではあるんですけど、はい、一応ね、お部屋はこんな感じで、えー、海側の部屋自体はちょっと狭めのお部屋になります。はい、それではバスルーム見ていきましょう。オープンしますと、 はい、こういう感じでね。まあ、ちょっと壁なんかはね、古さを感じるかもしれないですけど、ね、ここら辺のとかもね、かなり新しくリノベされてて、結構ね、全体的にすごい清潔感はあります。で、まずですね、シンクから見ていきましょう。こちらに鏡と電源があって、えティッシュ、それから無料の水が、はい、こちらに2本用意があります。ハンドソープは備え付けのものとなってまして、丸い感じのね、え大きめのシンクです。 はい、このね蛇口周りもねかなりピカピカになってますよねそして、えー、こちらに小さいタオルが2つと後ろにですねこのようにハニーとヒアルロン酸ですねこのこういったねパックも用意されてるんですよねはいまあ温泉だけでもね嬉しいんですけどこれいうのもねあるの嬉しいですねァミュニティその他なんですけどこんな感じでね、えー、ボックスにまとめられていますシャンプー類なんかがねこの しっかり、ね、この個別ケースにあるんですけどさらにねこれがカポッてはめられるような形でねコップもねここにカポッとねはまるタイプですねシェラトンのねこのねシャンプーそれから、えー、コンディショナーボディウォッシュローションですね、えー、ちゃんと4種類それが2セットね置かれてるって感じですで下の引き出し開けてみましょういろいろアメリティが詰め込まれてまして 手前からマウスウォッシュ2つ、シェラトンのね、ちょロご入りのね、パッケージに入った歯ブラシですね。2本置かれてまして、こちらもね、シェラトンのロゴ入りのヘアブラシが置かれてますね。そしてクリーンセットって書いてあるのはね、コットン類ですね。これがですね、男性用化粧水ジェルなんかも用意があって、ヘアゴム、それからシャワーキャップもね、シェラトン、え、げ剃りもあります。奥にヘアドライヤーがね、布の袋に収められております。 で、トイレなんですけど、えー、トイレペーパーはね、この台に前付けとなってまして、このような感じになっております。リクシル製ですね。後ろにですね、ハンドタオル、それから上にですね、バスタオル2つ用意があります。えー、ま温泉行くときはバスタオルとか用意があるみたいなんで、ここから持っていく必要はないんで、これはあくまでこちらのね、お風呂に入るためのバスタオルですね。お風呂を見ていきましょう。はい、こんな感じですね。 しっかりリノベされてて、浴槽もね、白くてピカピカですね。はい。深さとかも、この背もたれの部分もねしっかりして、結構ゆっくり疲れそうなお風呂です。まあね、温泉があるとはいえね、ちょっと行くの面倒だったりするかもしれないんで、そういう時にもね、ゆっくり疲れるっていうのは嬉しいですよね。こちらシャンプー類なんですけど、個別ボトルがあるんですけど、同じブランドのものがですね、このようにえ備え付けのボトルでも、 使えるってことですかねそしてこちらシャワーのホースとかがねこんな感じでありまして奥にですね入浴剤がね2つ用意があってこれも嬉しいですねそしてこちらの石鹸を置くところには同じブランドのね石鹸がね1つ用意されておりますはいいかがでしたでしょうか まあ温泉があるのもそうですし結構ねレストランとかも充実しているホテルなんであまりねこのお部屋の重要度自体はそこまで高くはないんですけど結構ね、あのー、いいお部屋だったんじゃないかなと思います建物自体かなり、まあ、ちょっと言い方悪いですけど老朽化が進んでる部分もあるので心配してたんですけどドアを開けてね中に入ると 置いてある家具とかね、えー、とても新しいものが使われてましてお風呂もですね結構しっかり延べされててとても清潔感がありましたバスタメイディなんかも、ねえー、しっかりシェラトンの、ね、ものが置かれてまして フェイスパックでですすとか、まあ、入浴剤ですねそしてシャンプーもね個別ボトルだけじゃなく、えー、備え付けのボトルも両方置いてあったりとかね本当に至れり尽くせりのね、えー、環境なんじゃないかなと思いますコーヒーなんかもねドリップ式のものがありましたしバスローブなんかもちゃんと優雅されてます、えー、バスローブにパジャマと、まあ、ここに泊まる人の、ね、スタイルに合わせていろいろそういったものもね使い分けできるような、えー、ホテルの部屋の内容となっていました はいまあ、このホテル自体アクセスがね、まあ、神戸からもね、えー、230分かからず来れますし、えー、大阪からでもねちょうど1時間ぐらいで来れるとこなのでそこまで交通の便も悪くないんじゃないかなと思います周辺にもですねあの一応コンビニですとかいろんなレストランとかたくさんあるので、まあ、連泊とかしてね、えー ホテルのレストランだけじゃ飽きるよって方にとっても、まあ、そこまで困ることもないんじゃないかなと思いますはいそしてやっぱ何といってもね、えー、浜泉の温泉施設ですよね宿泊者以外も使える施設ではあるのでかなり、ね、充実した設備となっていました、まあ、そこを使いつつこういったいいお部屋に、えー、ステイできてでかつ いろんなホテルのレストランとかもね、ジムとかも利用できると考えると、まあ、かなりね、本当にコスパのいいホテルなんじゃないかなと思います。というわけでですね、今回は、えー、神戸のベイシェラトンホテルを紹介してみました。ホテルグラムではですね、このようにいろんなホテルをお部屋の中を中心にですね、たくさんご紹介していければと思っております。チャンネル登録、グッドボタン、コメントもたくさんお待ちしております。それではまた次のお部屋でお会いしましょう。